結婚12年目。やっと離婚成立。できれば、娘が大学生になるまでと思ってたけど、義妹が娘を蹴飛ばしても、文句も言えないような、シスコンの旦那には、ほとほと、愛想が尽きた。早朝だろうが、夜中だろうが、夫婦喧嘩の度にうちに来る義妹。もう30も半ばで、何やってんのと思うし、来るたびに、うちの生活ペースを乱されて、私だって仕事してるのに、もうほんと勘弁してほしい。義妹の旦那さんが、謝って迎えに来るまで、出て行きやしない。新婚の頃は、数時間で迎えに来てたのも、徐々に、何日も迎えに来なくなり、時には、週末まで預かってて、と、旦那さん側から言われる始末。うちに来て、居候らしく家事でもするかというと、完全にお客様の態度。仕事に出ようとすると、私のお昼は?って言われて、はあ?子供じゃないんだから、自分で食べれるでしょ。って出てきたら、旦那に告げ口されて、菓子パンでも何でも、買っといてやれよ。だって、あんたが用意しなさいよ。って言ったら、お前は冷たいって。洗濯かごに、当たり前のように、汚れた下着を放り込んでたから。自分のパンツぐらい、自分で洗って。って言ったら、旦那に告げ口されて、一緒に洗ってやってもいいだろ。パンツぐらいって言うなら、お風呂で洗えば済むことでしょ。お前は冷たい。何が冷たいのよ。普通の女性なら、恥ずかしくて自分で洗うわよ。って言ったら、黙ってたけどね。一つ一つは、小さな、しょうもないことだけど。もともと、何年も前から、旦那との間に、深い溝ができていたから、余計にイライラ。決定的になったのは、娘、小4が、ソファーに座って、テレビを見てたら、義妹が、どけよ。って蹴っ飛ばしたのね。三人掛けの真ん中に座ってたから、寝転がるのに、邪魔だったみたいで。何すんのよ。足で人を蹴るなんて。そんなことするなら、今すぐ出てって。って言ったら、旦那がすっ飛んできて、まあまあ、って。娘には、サッカー以外で、足で、人や物を蹴ってはいけません、ってしつけしてるから。あんな下品で、行儀の悪いことを、してほしくない。って言ったら、そんな大げさな。後でお前が、娘に言い聞かせりゃ、いい話じゃん。って、それで、何?前から思ってたけど、あんた、義妹になんか、弱みでも握られてるんじゃない?って言ったら、突き飛ばされた。娘の前で、言うべきことじゃ、なかったのかもしれないけど、こんな場面でも、娘や私より、義妹の肩を持つって、どう考えてもおかしいし、そもそもなんで、旦那もこんなでかい態度でいられるのか。8年前にリストラされて、その後就活するも、どこもかしこも不採用で、自分の奨学金すら払えなくなって、一括で私が立て替えた。もちろん、借用書も取ってある。なんとか、仕事が見つかったとはいえ、パートで。収入は、大卒の初任給にも満たない。今の生活は、ほぼ、私の収入で持ってる現実があるのに。かっこつけて、義妹が帰るときに、タクシー代とか言って、小遣い渡してるの。アホちゃうかと。娘を足蹴にされたときの一件で、もう我慢できなくなって、離婚を申し出た。カッとなったみたいで。上等だ、いつでも判をしてやる。って言われたから。速攻で、緑の紙をもらってきて渡したら。いや、勢いで言っただけで。とか言ってんの。娘もいるんだし、せめて、花嫁姿を、見てからにしないか。とか言い出して。娘が蹴られても、平気でいられる父親なんかいないよ。って怒鳴ったら、叩かれた。それから、調停だなんだで、半年かかったわ。娘は、離婚するって話したら、私についていくって即答してくれた。財産分与から貸したお金をさっ引いたら、ほとんど旦那には残らなかった。でもまあ、
男一人ならどうにでもなるでしょう。困ったら義妹ちゃんを頼ればって言ってやった。時々婚約中の人からの、この相手と結婚してもいいのだろうかって相談を読むけど、ああいう人がむちゃくちゃ羨ましい。語弊があったらごめん。あいつも結婚前に自爆してくれればよかったのに。娘を授かったことだけは感謝してるけどね。